いいクレヨンをいただいたので、ドラえもん塗り絵をしたいいクレヨンです。書き方などのしおりが入ってます。ドラえもん塗り絵をします。このページにします。メインのドラえもんから塗ります。硬いクレヨンです。四角いので角は塗りやすいです。色もしっかりつきます。このクレヨンの長所でもあるのですけど、色がいろいろ入ってるのが難しい。思うように色が出せません。いろは全部で5色です。混ざってる色なので、ほんと難しい。完成です。いまいち、もっと頑張ろう。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録お願いいたします。